最初にお伝えしておきますが、話が長い上に結構文章が癖があるというかうまくないので聞きづらい部分があると思います。それでもいいという方はどうぞご視聴ください。ゆっくりの、怖い話。除霊して1年経って落ち着いたから話す。2チャンネル、VIP。そこに自信が取り憑かれ、それを解決するまでの体験を書く者が現れた。除霊して1年経って落ち着いたから話す、だったら話す。結構近年の話ですね。見てる？まとめてほしいんか。初めてすれ立てるから至らない点があると思うが許してくれ。正直この話は現実で起きたことなんだけど、現実味がないからフィクションだと思って聞いてほしい。とのことです。俺が22歳の時に地元のまあまあな規模のパチンコ屋で社員で働いてた時なんだけど、毎日ホールを徘徊するだけの仕事だったんだけど、パチンコ屋に来る客っていろんな奴がいていきなり叫ぶやつとか、打たないのに誰かが打ってる台とかずっと見てるだけのやつとか、負けが込んで台に当たり散らかすやつとか、本当にいろんな奴が来る店だったんだけど、その職場での出来事なんだ。俺はいわば、そこのパチンコ屋の新人みたいな立場、入社して2年目、だけど、ホールを巡回している時に負けが込んでいる客が台に八つ当たりとかしてるとインカムで監視カメラで見ている上司から連絡が入ってその客に注意しに行く役割だったんだけど、正直インカムで連絡が来る前に台パンとかしてると隣の島でも聞こえてくるんだよね、思いっきりボタンをぶったたく音とか、そんな感じで毎日適当に仕事してたんだけど、ある日もいつものように客に注意したりしながらホールを巡回してたんだけど、見慣れないおばさんが一人一パチのバラエティコーナーの遊戯してた台に台パンしてたから注意したんだ。そしたら、そのおばさんすんごい顔でこっちを睨んできたから、他のお客様のご迷惑になりますので、そのような行為はおやめください。じい、こんな感じで5秒ぐらい、ガン見されてたと思う。俺はババアにガン見されてちょっと不気味に感じた。そんなこんなで、俺は注意してまたいつものように適当に仕事をしてその日は終わった。そのババアの容姿が髪の色がグレー、多分白髪と黒髪が混じっていたんだ感じで肩まで伸びている。どこにでもいるパチンカスババアって感じ、顔の肌も垂れておおよそ60代後半だと思う。そして、次の日もまたホールを巡回してたら隣の島、裏側、でバン、バン、って音がしたから隣の島に見に行ったら、昨日と同じババアがまた大パンしてやがった。俺はまた今日も熱くなってんなぁと思いながらそのババアに、お客さん、昨日も言いましたが他のお客さんの迷惑になるのでやめてください、と昨日に比べて強い口調で言ったんだ。そしたら、あのババア俺の顔見ながらまたガン見しながら、にちゃー、と口を開け黄色い歯を出しながらニヤニヤされた。俺は喧嘩を売ってんのかこいつ、と思い、さらに、お客さん、次同じようなことをしたら申し訳ないですけど、と伝えそそくさとその島から離れたんだ。そして、しばらくしてその島で呼び出しランプが光ったからその島に駆け足で向かったらさっきのババアが座っていた台が呼び出しボタンを押してやがった。でも、その台には誰もいなくて飲み物も玉も置かれてないから客が負けた腹いせに店出る前に最後呼び出しボタンを押して逃げたかと俺は思った。正直この手口って結構ムカつくし、呼び出しランプ光ってたらほぼノンストップで動いている足を駆け足でその台に行かないといけないから、ノロノロしてると上がインカムで怒ってくるからマジでムカつく。その日の閉店作業中に仲のいい同僚にこの出来事を話すと、マジか次も同じことやったらできんでいいんじゃね。それにしても、ニヤニヤされるのは気持ち悪いな、と軽い感じの返事だった。正直パチ屋でいろんな客見てきたから、今回のことも俺もそこまで気に留めてなくて、変な客だな、あいつ、みたいな感じだった。そんなこんなで閉店作業をしてたんだけど、パチ屋の閉店作業って店によってはスロットの7を台を開けて揃えたりワンデイカードっていうプリペイドカードの補充を1台1台補充したりするんだけど、俺がカードの補充をしてた時に向こうのパチンココーナーからバンって大きい音がしたから、気になって見に行ったら、清掃業者の人がパチンココーナーで思いっきり転んだみたいなんだ。俺は近寄って大丈夫ですか？って深夜清掃員に声かけて清掃員の右手を見たら血がポタポタ垂れてた。どうやら転んで手を切ったらしい。どうやったら手を転んで切るんだよと思い清掃員に、どこで手をぶつけたんですか？と聞くと清掃員は、この椅子の肘掛けです、と言ったから、ふと台を見てみるとその台、ババアが遊んでた台だったんだ。俺はとっさにババアのニヤニヤした顔が頭に浮かんだ、あのババアなんか椅子に仕掛けたな、と思い椅子周りを入念に調べたが、手が切れるようなものとか全く見つからなかったんだ。そして、俺は早く帰りたかったから自分の持ち場に戻り閉店作業を終わらして帰宅した。次の日、仕事が休みだったこともあり俺は相変わらずネトゲで休日を無駄にして何事もなかった。が、その休み明けの日に事件が起きたんだ。俺がいつものように職場に着くと珍しく早朝と閉店後にしか現れない店長と主任と副店長が何やら、事務所で話していた。俺は気になって、珍しいですね、なんかあったんですか？って聞くと、一昨日怪我した清掃員が、昨日自宅で亡くなったらしい、と言われた。俺はこの話を聞いて真っ先にあのババアの笑みが頭に浮かんだ。
そこで俺は店長に、昨日俺休みだったんですけど、一パチの〇〇番台に昨日ばあさんが売ってたか確認してほしいです、とばあさんの特徴を伝えて店長にお願いした。すると店長は、いいよ、後で見てみるわ。ちなみにそれがさっきの話と関係あるの？と聞かれ俺は、いや関係ないとは思うんですけど一応、お願いします、と伝えた。そんなこんなで、俺は三人から聞いた話が頭から離れなくて仕事中ずっとそのこと考えてた。考えてるって言っても毒で清掃員の方はなくなったんじゃないのか、とか浅はかな考えだった。そして、次の休憩の時間に店長が休憩室にいた。そこで店長に俺は言われた。カメラ見たよ、俺くんの言う特徴的なばあさんは台で売ってなかった。でも、俺くんの言うばあさんさ、店の立体駐車場の屋上でカメラをずっとニヤニヤしながら見てた。さすがに気持ち悪いんだけど、俺くんあのばあさんに何かしたの？いや、何もしてないですけど、むしろあのばあさんが日をまたいで同じ台を台パンしてたので何度か注意したぐらいです、と伝えた。とりあえず次そのばあさん見つけたら、班長か主任に対応してもらって、彼らには俺から事情説明しとくから、と店長に言われて、俺は、はい、って返事をするしかなかった。でも俺は店長に言われた。店の立体駐車場の屋上でカメラをずっとニヤニヤしながら見てた。が恐怖でしかない。なぜなら、うちの駐車場は店に来る客は1階と2階にしか車止めなくて屋上は従業員ぐらいしか止めない不便性の塊な屋上の駐車場にババアがいたんだから。やる気ないだろお前。話をショーで終わらせるな。こういう話し方するやつ 100% 嘘だもん。こういう読ませる気ない文章はやっぱり読むの苦痛なので読めないから帰ります。すまんがまとめ狙いみたいな物語調はいかにもフィクションっぽくてうんざりだから余計な会話とか描写省いて簡潔に書いてくんないかな。朝の6時にバリ雑言が飛び交います。月曜の朝方から元気ですね。俺は店長からその話を聞いてから本気で怖くなって、同僚に相談した。そしたら同僚が、俺に任せろって、上の役職は出るまくねえよ、的なこと言って逆に今回の件を同僚の中ではイベントと勘違いしてるらしい。俺は同僚に、俺は本気でちょっと怖いからあのババア次店来たらお前に言うわ、とだけ言って俺はホールに戻った。そしてしばらくして、例の島の台の呼び出しランプが光ったんだ。中央通路から顔を覗くとあのババアがいた。俺は同僚に、あいつだよ、行ってこいよ、ほら、言うと同僚は、今回は大パンじゃなくて普通に呼び出しか、ちと行ってくるわ、と言って駆け足とは程遠い全力ルンルンダッシュでばあさんの元に向かったんだ。その後はその対応をずっと見ることはできないので、俺はホールを再び巡回して次の休憩で同僚に話を聞くつもりだった。そして、次の休憩で休憩室に戻るといつも同僚が机に置いていたタバコ、携帯、カバンがなくなっていた。おまけにタイムカードが早退と記録されていたので俺は不安に感じてインカムで俺は同僚の業務連絡です〇〇かっこ同僚さんは早退されましたかと確認すると主任から〇〇くん帰ったよ急に具合が悪くなったみたいでと言われた俺はこの時本気であのババアやばいと感じたが腰抜けで臆病の俺は何もできずまた返事しかできなかった俺はとりあえず閉店後仕事を片付けて心配になった同僚の家に行くことに決めたのだけどそれが間違いだった清掃員の死因は、今でも異常死として判定されてる。清掃員が出血してたら普通に労災だよな、いくら新人だからって。救急で病院行けばよかっただろうけど、本人は次の日に行ったみたい。労災の意味も理解できていないことに愕然とした。そりゃ頭の悪いニートの妄想すれだからな。逆に突っ込んでる奴らの方が社会経験なさそうで情けないな。この時間に2ちゃんやってる時点で社会経験なさそうですがね。閉店作業をして俺は相変わらずカードの補充をしてたんだけど、そしたら突然急に、明らかに大パンしてる音が閉店後の静かな店内に響き渡ってたんだ。なんだ、なんだと思って閉店後で営業もしてないのになぜか仕事の癖で駆け足で音のする島に行くとピタリと音が聞こえなくなった。近くにいた清掃員の人に聞くと、確かに大パンしてるような音は聞こえてたというので俺の勘違いではなかった。俺はもう本気で怖くなっていた。ババアイコール不気味な笑みが連想する。いや、むしろバン、バンって音がもうダメなのかもしれない。俺は泣き虫でどうすることもできなくて怖くてその場でしゃがんで泣いてしまった。すると、俺の作業進捗が遅いと他で作業が終わった社員たちが終わっていない人の作業を手伝ってくれるんだけど、しゃがんで泣いていた俺に声をかけてくれた社員がいて、そいつが、あとは俺がやっとくからお前はもう帰れ、修理も出なくていい。この社員後で出てくるからケイトヤクスは、そう言ってくれて俺は帰るために店を出て立体駐車場の階段を上がろうとしたんだ。そこでまた店長の、店の立体駐車場の屋上でカメラをずっとニヤニヤしながら見てた、思い出したんだ。読んでるから続けて、お、久々の階段か、ドキドキ、世にも奇妙な物語みてえだな。話途中で荒探しされるともともと遅いのがさらに遅くなるからやめてほしい。ちゃんと読んでる人たちもいました。長いのでここからは簡潔にまとめられる部分はまとめていきます。同棲中の彼女に電話して状況を説明。晩飯はチーハンだから早く帰ってこいと言われる。彼女にしっかりしろと言われそのまま同僚の家に行くことに。同僚の家は職場から15分ぐらいのところにある、ワンルームマンションなんだけど、無事に同僚のマンションに到着して、来客用の駐車場から同僚の家の明かりが消えてるのに気づき、もしかしたら寝てるのかもな。いや、
あいつも遅番だからまだ寝てないはずだな、と勝手に解釈し、同僚の玄関前まで来てインターホンを押したんだ。だけど、返事がない。もう一度押したが、全く返事がない。俺は帰ろうかと思った時、部屋の中から音、声、何かが聞こえた。俺はもう一度インターホンを押すがまたしても返事がない。何気なく玄関のドアノブに手をかけて回すと玄関の扉が開いた。俺は、と思いながら玄関を開けて電気がついてないくらい玄関から同僚を呼ぼうとした瞬間に奥から同僚が俺に向かって暗い部屋からダッシュで俺の顔をガン見しながら俺を襲ってきたんだ。俺はあまりの衝撃で人生で初めて腰が抜けたけど、俺もこれはやばい、と思って抵抗はしたんだけど同僚が馬乗りになって唾液を垂らしながら俺の耳の下付近を噛んだんだ。その後になぜか目が覚めたんだ。病院のベッドだった。隣には彼女がいて呆れた顔で俺を見ていたのは今でも覚えている。彼女から話を聞くと、俺が同僚の家に上がって玄関で滑って気を失ったとかどうとか言ってた。俺は自分の記憶と違うことに訴えた。すると彼女は、同僚くんが朝6時頃に目が覚めて玄関見たら俺くんが倒れてたらしく救急車を呼んだとのこと。俺は閉店作業が終わって同僚の家に着いたのが深夜1時だったから同僚の寝てたとかいう話は信じられなかった。そこで俺の頭に浮かんだのは、当時流行っていたパラノーマルアクティビティみたいな感じで同僚に何かが取り憑かれてしまったのではないのかと。俺はその後精密検査を受けて夕方頃に家に帰った。直の噛まれた後はまだ痛む。でも外傷がないから俺の勘違い、夢、みたいな感じだった。早退した同僚は朝晩だったこともありメッセージで謝っておいた。俺は昨日の出来事は外傷がないからマジで俺の勝手な勘違いだと思ったんだけどそれは違ったみたいだ。その噛まれた日を境に色々と身の回りで変な出来事が起きたんだ。俺にしか聞こえない異様な音とか耳元で誰かが息をする音だったり記憶にないのによる玄関で座ってたり、誰もいない場所で変な言葉で喋ってたらしい。それは全て全部夜中に起こることだったと彼女に言われた。何度も気候が繰り返されてついに彼女から同棲は一旦やめようと話を持ちかけられた。その話があまりにショックでその数日後に、ついに彼女と別れる原因になった事件が発生した。その話を持ち出された2日後だったかな。嫁が覚めると彼女のベッドが血まみれだった。どうやら俺は彼女の二の腕を少し噛みちぎってたみたいだ。俺はわけがわからず彼女に近づこうとするが彼女が俺に怯えているのがわかる。何もできないまま、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、とずっと泣きながら謝る俺がいた。すると家のインターホンが鳴って警察が3人組で来た。そのまま警察に彼女が駆け寄って俺は警察に警戒された。その直後向こうの両親もやってきた。俺は今でも覚えているが向こうの両親がこう言ったんだ。パチ屋で働く奴と付き合うからこんなろくでもないことが起きるんだ。俺はあまりに今の状況が理解できず向こうの両親が放ったその言葉に対する感情も湧かなかった。今となってはムカつくけど、そして途中から来た救急車に彼女は搬送されて俺は聴取のため警察署に行くことになった。俺は取り調べを受けながら、俺の人生終わった、と感じた。そして、警察署で取り調べが終わり携帯を見たら彼女から最近の俺くんが怖いです。もうこれ以上関わりたくないです。とだけメッセージが残されていたのと職場からの不在着信がめちゃくちゃ残ってた。俺はとりあえず職場に事情を説明してしばらく有給をもらうこととなった。そして、俺は彼女と別れてあの部屋で一人暮らしをすることになったんだが俺はもう正直精神的に壊れていくことになる。俺はあのばあさんのことがどうしても気になってお調子者な同僚にあの日のことを聞いたんだ。同僚が早退した日に何があったのか。すると同僚は俺に、あのばあさんめっちゃいい人だったよ。お前が言うような不気味な人ではなかった。見た目はパチンカスで不気味だけど、と言い、その同僚が俺の顔を見ながら歯を見せながらニヤニヤしてたんだ。俺は同僚がふざけてババアの真似をしているのだと思ったが、明らかに様子が違う。あの俺を襲った時と同じような目で俺を見てよだれを垂らしてずっと俺を見ているのだ。俺はあの時の出来事は勘違いではないと確信した。なぜなら、俺をずっと見ながら同僚は首を少しかしげながら俺の噛まれた直に視線を変えてずっと見ていたのだ。そして、俺の予想は正直外れていた。同僚が俺を噛んで俺に取り憑かれて俺が彼女を噛んで彼女に取り憑いたのだと勝手に思い込んでいたのだから。書き終わったらまとめサイトのリンク貼っといてね。思いついた。この手のスレを立てて自分で YouTube で面白いスレ紹介みたいにしたら人儲けできるんじゃね。先駆者がいるから難しいだろ。今更新人を目に留めてくれるかどうか。まとめチャンネルはもう結構飽和してるので厳しそうですね。俺はもうこの同僚と関わっちゃダメだと思い、職場の K さんに相談することにした。後日 K さんと喫茶店で会って、今日まで起きたことを全て話した。すると K さんは、知り合いの知り合いに霊媒師の先生いるから聞いてみる、とだけ言われた。正直、知り合いの知り合いなんて言葉が出てきた時ほど信用できない言葉はないと思う。俺はとりあえず、K さんに自分に起きたこと、思っていること話せただけで満足した気になっていた。俺は少しどこか安心している自分がいると感じた。が、喫茶店の店の入り口のガラス越しにこっちを見ているあのばあさんがいたんだ。赤岡オカルト級のゆっくり動画に上がったら見るわ。1.75 倍速くらいで。書き終わったらヤガミにまとめてもらって。当チャンネルはお呼びじゃないようですね。
俺は一気に体が震えた。そして、それにすぐ気づいた K さんは俺が入り口を見ていることを察して、その場から立ち上がってあのばあさんがいる入り口に早歩きで向かったんだ。俺ももう一度入り口を見るとあのばあさんがいない。K さんはわざわざ店を出て少し周りを探してたんだと思う。一応話しておくと、うちの職場ではあのばあさんの容姿とカメラで顔写真の貼り紙が事務所の注意人物リストに貼られてるので K さんも顔は知ってます。そして、K さんが戻ってきて俺くんさえ良ければうちにしばらく泊まる、と言ってくれた。でも俺は自分が寝ている間に奇行なことするし、K さんを襲うかもしれない、いろんな意味で、と言うとああ確かに、じゃ、さっきの話なしで、と言われた。それはそれで逆にショックだった。そして喫茶店を後にして K さんと別れた後、俺は買い物を済ませ夜に自宅に戻ったんだ。玄関に入ってすぐ違和感に気づいた。誰か、いる、そう感じた瞬間、トイレから便器の水が流れる音がした。俺の心臓は一気に心拍数が上がる。俺ん家は玄関に入って廊下が目の前にまっすぐあるんだけど、靴を脱いで2メートルほど先の廊下の左がトイレなんだけど、トイレの扉がバタン、と開いたんだ。それも内側から思いっきり蹴飛ばしたような勢いで、もう俺はどうすることもできないまま玄関で硬直してたんだ。さらに急に噛まれた鹿がズキズキと今までにないほどの痛みが体に与えてくる。でも、俺はトイレから出てくる人物が大方予想できていた。そう、あのばあさん。俺は玄関にいてトイレからあのばあさんが出てくると思った。そして、俺の予想通りあのババアが出てきた。その瞬間俺の体が今回に限っては珍しく動いてくれて、俺は外に出てすぐ玄関を押さえながら電話で警察に通報したんだ。すると、俺の家の中から玄関をどんどんどん、と蹴る叩くばあさんがいる。俺は玄関の扉越しに、絶対許さない、警察来るから待ってろ、と言い俺は必死に扉を押さえていた。それに、ここは6階だからベランダから飛び降りるのは無理だから向こうも必死に謝っているのだと思ったが、扉越しにばあさんが、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、と聞いたことのあるトーンで俺に言ってきた。そう、俺が彼女を襲って謝った時と同じトーン、そして俺と似ても似つかない声で言ってきたのだ。この時ばかりはなぜか強気だったのは覚えてる。扉を挟んで攻防していると急にパタリと向こうが静かになった。でも、俺は警察が来たら全て解決すると思い、警察が来るまで必死に扉を押さえていた。こういう時に限って警察って来るの遅いんだよな。体感的な話だけどな。そして、警察が来たんだ。これで全てが終わると思って扉を開けたら扉の向こうにばあさんが見えない。家のどこかで隠れているだけと思った。でも、それは違っていた。そもそも家の中にばあさんがいなかったんだ。俺が帰宅して玄関前に到着するぐらいに、マンションの通路の奥でママさんたちが談笑してたらしく、ママさんたちの話では扉をドン、ドン、する音は何も聞こえてなかったらしく、俺がただ一人で気功に走っていた風にしか見えなかったらしい。俺はその話を警察に言われて何も信じられなくなっていた。そして俺は家に入り警察官に謝った後、警察官たちは帰っていった。俺はもうこの家で一人だと死ぬと感じた。警官と別れた後一はネットカフェに移動。その後 K さんから電話がかかってくる。 K さんから霊能者の先生の電話番号を教えてもらい、すでに話を通してあるから電話をかけるように言われる。番号を押し間違え別の人にかけるというどうでもいいくだりが発生。その後先生に電話がつながる。もしもし、俺くんかな。とても危ない状態だから今から言うこと守るんだよ、と言われた。絶対に一人にならないで、必ず誰か近くにいるような状況にすること。そして今いる場所から動かないで、先生が迎えに行く、と言われ俺は終始はいはい、わかりました、はい、としか言えなくなっていた。その後先生は隣の県から今すぐ来てくれるということで、俺はその場で安心しきって通話も切らないで寝てしまっていた。ごめんなさい、ここから話が急展開するんですが、今からパチンコ屋に行かないといけないので、更新は24時過ぎになると思います。一応仕事の休憩時間に携帯で書き溜しておこうと思います。今は班長という役職をやらさせていただいていて、話が出ている職場から転勤になりました。リアルタイムで書いていたのでストレス抱えていた皆さん、本当に申し訳ありませんでした。また夜来ます。待っとるで、嘘くせえ。24時ってあと14時間午前、保守する価値があるかどうか。もうそろそろ24時か。まだ昼の12時前だぞ。ニートは昼と夜の感覚が逆転しますからね。内容はともかく文章下手くそすぎじゃね。壊滅的文章でもないし真偽はわからん。でももし自分がそんな目に遭った時を払いできる人をすぐに手配してくれる人間なんて多分近くにいないな。まあ文章が多少あれなのは2チャンネルだししょうがないよね。こんばんは、先ほど帰ってきてスレが生きてたので続き投稿します。一応書き溜めてはいましたが、まだ完結まで書けてないです。あと、怪奇現象の動画もクラウドに残っていたので、書き溜めがなくなったあたりに投稿します。一応可能な限りレスも返そうと思うのでよろしくお願いします。あと一つだけ言わせてください。みんなありがとう。仕事が終わったようです。そして続きが投下されました。
どのくらい寝てただろうか。おそらく、3、4時間は寝ていたと思うんだ。俺はネカフェの店員さんに起こされる形で目が覚めた。あのお客様のお知り合いが来られてますが、俺はすぐさま携帯を確認したら先生から不在着信4件とメッセージがあった。そのメッセージが、俺くん、着きました、とだけ。俺はその場ですぐに荷物をまとめて、その足で会計を済ませた。そして店の入り口にあるソファーにいた男が近づいてきて言ったんだ。俺くん、私だよ、先生だよ。そして先生はその場でいきなり俺を強く抱きしめてくれたんだ。突然の出来事に俺はびっくりした。初対面の男にいきなり抱きつかれるんだから。その場にいた店員さんは口をポカーンと開けてしばらくして、レジの奥のスタッフルームに行ったんじゃないかと思う。俺はなぜか先生に抱きつかれても嫌な感じはしなかった。むしろ人って生き物は不安な時や困っている時に人に抱きつかれるとここまで落ち着くんだ、とまで感じ、なぜか目から涙が止まらなかった。俺は先生が、よく頑張ったね、もう大丈夫だから、安心しなさい。この時普通なら自分の両親やおじおばが支えてくれたり助けたりといろいろあると思う。でも俺、両親が他界して孤児で育った、身の回りに頼れる友人もいない。ましては、仕事なんてパチンコの社員だし、あまり世間から感謝されない仕事をしてるもんだから本当に大変だった。だから誰かに助けてもらい、声をかけてくれたのが本当にこの時は嬉しかったんだ。その後、店を出て先生の車に乗り先生と少し話をした。どうやら先生の話ではこの手の悪霊はとても最悪ですぐにでも除霊しないと命の危険があるとまで言われた。俺は必死に恐怖で泣きそうなのを我慢して先生の話の続きを聞いた。先生曰く、この悪霊を除霊をするには、私のところへ行くしかないからついてきて、と言われた。俺はすがる思いで、お願いします、とだけ返事をして先生が住んでいる隣の県にまで移動することとなった。車の中で先生は俺に釘を刺すように何度も言った。絶対寝てはダメだよ。俺も寝てはダメだと分かっていた。俺が寝ると俺の意識がない間に間違いなく横で運転している先生を襲うだろう。それでも、車の助手席に座ってるとどうしても、眠たくなるのだ。でも俺はさっきまでネカフェで少し寝てたから携帯で野々村の謝罪動画など見て必死に起きていた。数時間後、そして、もう時刻は夜明けに近い。すると、先生は、俺くん、もうすぐ着くから、と言い、市街地から少し離れた山に車が入っていったんだ。俺は、正直不安になっていた。最初、車が走り出して小一時間は先生と話していたが長時間車内にいると二人ともほとんど無言状態で不気味に感じた。そして、山に入って15分が経った時だろうか、道はどんどん険しくなって辺りは真っ暗だったのは覚えてる。走っている車のヘッドライトに照らされた木にちらほらと札が貼ってあったのだ。倒れている木、ボロボロになった木、立派に立っている木、全部ではないが至るところの木に札が貼ってあって怖くなってきた。中には一本の木に一定の箇所に何十枚という数えられないほどの札が集中的に貼られていた木もあった。もう少し先に進むと山の中に小さな桟橋があってそこを渡った先にお寺と思われる建屋みたいなのがあった。先生は、俺くん、着いたよ、ちょっとここで待ってなさい。それと、何があっても絶対に車の外に出ないで、と言われ、車のエンジンが切られた薄暗い車内でフロントガラス越しに見える先生の背中が遠くなっていくのだった。俺はまた一人になる恐怖と不安で胸がいっぱいだった。先生が数時間前に電話で言い放った。絶対一人にならないこと。俺は、いや、俺今一人なんだけど、先生によって一人にさせられたんだけど、とか考えてた。俺は幸い携帯の電波は入っていたので SNS をして時間を潰すことに決めた。車の助手席で膝に添えるように置いていた携帯で動画を見てたら携帯の画面にポタ、ポタ、と水滴が垂れた。俺はその瞬間、携帯の画面に乗った水滴が血であることに気がついた。その瞬間に耳下に激痛が走ったと同時に自分の鼻と右耳から血が滴り始めたんだ。あまりの突然の出来事に首の痛さどころか、先生の車を汚しちゃいけないと思い車内のスタッシュとか勝手に開けてティッシュを必死に探した。すると助手席の目の前にある、開けたスタッシュの中から筆で書かれた大量の札が無造作に大量に入っていた。その瞬間、俺の耳下が焼けるようにひどくなってきた。俺はもう何が何だかわからないまま左手で鼻を押さえて俺は残った右手で必死にクラクションを鳴らして見えなくなった先生に合図する。パーと山の中にクラクションが響き渡る。それでも先生は来ない。俺はいよいよ本格的におかしくなってきた。歯もガタガタ震えて、先生の車を汚さないつもりだったが、漏らしてしまった。すると車が大きく左右に揺れたのだ。それも普通の車を大の大人が左右から交互に揺らすような感じで、俺はふと左を見るとあのばあさんがニヤニヤしながら俺の顔を見ている。俺は視線をそらそうと右に視線をやるとなんとそこには前まで俺の女だった彼女がいたんだ。彼女は狂った意味で両目をガン開きで俺を見ている。俺はもう車の中で叫び散らして、体から出るもの出たと思う。するといきなり車の運転席側のドアが開いたんだ。ちょっと30分ほど家事してきます。クラウドで残ってた動画後でうくするつもりでしたがうくしておきます。心霊動画ですか？誰か動画見て、見るの怖い。
作り物だと言ってくれ。寝れねえよ。なあこれ見たら霊障あるとかないよな。おかんが止まらんのだが。え、もう見ちゃったよ私。やめてやめてもうやめて。本当に現実で起きた現実味のない話だからフィクションと思って聞いてくれ。この動画を見て何か障害が起きても俺は責任取れん。お湯沸いたからまた来ます。私も責任取れません。なので今から流しますが、怖い方は25分29秒まで飛ばすか20秒ちょい音を消して目を閉じていてください。では行きますよ。え、何これ、ガチの心霊動画ですか。作り物でしょうか。皆さんはどう思いましたか。おかんとかありましたか。私は一切ありませんでした。むしろ10月なのにまだかなり暑さを感じて地球温暖化の方が怖いです。動画見た人解説してくれ。スレ全く読まないで動画だけ見たけどよくわからんな。内容書いた方がいい。頼む、よく開けれたな。内容は何だったん。ここチキンが多いですね。内容は動画、拡張子は MOV、画質はあんまり良くなくて薄ぼんやりと白っぽい。場所はまずパイプ机と椅子と冷蔵庫と自販機と目の前にドアがある部屋から始まってだんだんドアを叩くような音がずっとしてる。撮影者が目の前にあるドアに近づくと叩く音が大きくなる。ドアの張り紙にはパチラのスロダの書いてあるからパチスロ店の事務所かなんかか。撮影者がドアを開けると叩く音が止む。ドアの中は細長い通路、倉庫、段ボールやらが雑然と置かれていて右手に上に登る階段がある。電灯は消えていて開けたドアから差し込む光で中の様子がぼんやり見える。撮影者が電灯をつけるが部屋には特に誰もいない。以上終わり。そしてここで続きが投下されました。俺は目をつぶって必死に連続パンチ的なことをずっとしてた。すると、俺くん、大丈夫、大丈夫だから、と聞き覚えのある声が聞こえてきた。そう、ここで待ってなさい、と先ほど俺に伝えて車を後にした先生の姿だった。先生は血まみれになった俺を見て言ったんだ。やばいな、急がないと。俺は混乱しながらも先生についさっきまで起きた出来事を泣きながら、そして、震えた声で話した。すると先生は、大丈夫、車から降りてついてきなさい、と言い、俺は先生の後ろをついていくことにした。外に出るのはさすがに怖かったが先生に介護されながら寺に歩いて向かったんだ。夜明けで周りが少し明るかったこともあり、木に札が貼ってある以外にも寺の形が見えてきて、その手前に大きな赤い鳥居が見えたんだ。俺はそのまま鳥居を通り過ぎようとした瞬間に意識が消えたんだ。このことは後に目が覚めて気づいたんだ。目を覚ますと俺は布団で横になっていて、先生がずっと呪文、お経、みたいなものを俺を見つめて唱えていたのを覚えている。ずっとうんち我慢してるんだけどそろそろ行っていい。ここでしていいよ。ちゃんとゴミ箱に出せよ。そして、先生が俺が目を覚ましたのを見てこう言ったんだ。俺くんおはよう、無事にお祓いは終わったよ、と俺に言い、立ち上がってどこかへ行ってしまった。俺は気持ちよく目が覚めて、こんなにスッキリしたのは何ヶ月ぶりだろうと感じるほどだった。そして、先生は僕のために朝ごはんを用意してくれて二人でいろいろ話しながらご飯を食べたんだ。まるで父と子が親子のように過ごす感じの疑似体験をしてちょっぴり嬉しかった。その日は先生に言われてもう一晩だけ様子見るためにここで過ごしなさいと言われ、携帯でダラダラとゲームしてた。先生は時折俺の様子を見に何度か部屋に来てくれていた。そんなこんなで、ダラダラした一日がその日は終わったんだ。この時の俺は何も気に留めなかったんだが、後になって気づいたんだ。次の日俺はまた先生と朝ごはんを食べて感謝の言葉や、これからのことをいろいろ話した。終始先生はうなずいて聞いてくれていたが特にこれといったアドバイスは言ってこなかった。そして、俺は自分の財布とか携帯を持って先生が自宅付近に送ってくれるのかなと思いながら、待っていたら、俺くん、Kさんが迎えに来てくれるから、もうしばらく待ってなさい、と言ったんだ。その後に先生が何か手に持っていて、次に先生は俺にこう言ったんだ。俺くん、お祓いは無事に終わったんだけど、先生はしばらく講演のため北陸にはしばらくいないから、何か困ったことがあればここに連絡しなさい。彼なら私の代わりになるから、とおそらく先生と同じ知り合いの同業者の連絡先が書かれたメモを渡してきた。俺は少し戸惑いながらも先生にお礼をして K さんが来るのを待っていた。しばらくして、K さんが来てくれた。先生が K にこれまでの経緯と事情を軽く話してたんだと思う。その後俺は K さんの車に乗って自分の家まで送ってもらうこととなった。 K さんは道中車を運転しながら俺に職場での出来事などいろいろな話をしてくれて、俺は取り憑かれたことから解放された嬉しさと心配してくれている人がいることに少し元気になっていた。そんなこともあり自分の家の近くになると K さんが俺に言ってきた。ちょっと軽く話したいことあるんだけど、こないだの喫茶店に寄れないか、と言われて俺はこのまま家に戻っても退屈だから K さんにすかさず OK を出した。そして、喫茶店に入って注文をした後 K さんがストレートに言ってきた。先生がまだ一人にさせるのは危ないから K さんがいいならしばらく様子を見てあげてほしいと言われた、と話してきた。除霊されたはずなのに先生はとても慎重で面倒見がある先生だと思ったがそれは間違いだった。
それが間違いと気づいたのは、Kさんの家で今夜寝る時に俺の携帯にメッセージで先生から来てたのだ。俺はそのメッセージを見て震えた。俺くん許してほしい、とだけメッセージに書いてあったのだ。俺は先生から送られてきたこの文で全て理解した、と同時にあの時の恐怖が一気に込み上げてきた。それに気づいた K さんは俺の携帯を取り上げると、先生が俺に送ったメッセージを見た後、俺の携帯から K さんは先生に電話をかけたが、一向に電話に出ない。K さんは何度も先生にかけ直していた。メッセージが来てすぐかけ直したのに電話に出ない先生に、 K は、マジなんで、出ないん、とブツブツ独り言を言いながら若干怒っていた。俺はあまりに怖くなって外に出ようと立ち上がった瞬間、K さんの家の電気が消えたのだ。もう書き溜めないです。今から書いていきます。目についたレスには極力返事します。あと職場の立体駐車場の屋上でなぜか雪も冬でもないのに溶接スプリンクラーが作動してた動画もあるからウプしておく。こっちは特に怖いものでもないです。今から流しますね。俺はただのスプリンクラーの水の音を張る。お前の精神状態の方が怖いよ。雪が降ってるわけじゃないのに作動したって言ってんだろ。久々にドキドキする話だわ。これ歴史に残るスレやろ。これまでの2ちゃん階段とレベルが違う。すると K は本気でビビったのか、すぐ目の前にあった掃除機のノズルを取り出して警戒してた。俺は何もできずその場で怯えていた。すると俺の携帯に電話が鳴ったんだ。そう、先生からだ。俺はすぐさま電話を取って携帯を耳に当てた。すると、電話越しで先生の声が聞こえるはずだったのだが、実際聞こえてきたのは何者かが、あ、呪音みたいな感じ。すると次の瞬間、と断末魔のような声が聞こえた。俺はすぐに確信した。先生は死んでしまったのだと。先生は死ぬ前に俺に電話ができなくてメールしかできなかった状況だったのではないのかと。そこで K さんが俺の携帯を取って通話をかけてしまって、おそらく先生の居場所があのばあさんにバレて殺されたと。その殺す中継を電話越しで俺に聞かせてきたのではないかと考えてしまった。そうこうしていると K さんが突然笑い出したんだ。まるで気でも狂ったかのように。俺はもう気が失いかけている。もうこれで終わった。俺はもう死ぬと感じたんだ。なんという推理力。スーパーファミコンのホラーゲームが大体こんな感じだったわ。かまいたちの夜とかを途切りそうですかね。抜けてたから書き足す。先生のお寺を離れる際に先生が K さんが来る前に玄関外の庭みたいなところで俺に言ったことを思い出したから書く。 K さんが到着する前に先生は俺に、俺くん、鳥居をくぐったら絶対に先生の方を見たらダメだよ、と言われたんだ。俺は、わかりました、とだけ返事して、K さんが迎えに来たから車に乗ったんだ。先生に言われた通り俺は助手席に乗って後ろを見ないつもりだった。でも、ふとサイドミラーで後ろが見えてしまったんだ。一瞬だったけど間違いなく、白い T シャツを着た先生じゃなくてあのばあさんが後ろに見えたと思うんだ。でも俺は除霊されたから気のせい程度ぐらいにしか気に留めてなかったんだ。それが今 K さんの家の電気が消えて、この出来事を思い出した。もしかすると、あの先生に取り付いていて俺が目覚めるとお経か呪文を唱えていたのは、あれは、お経じゃなくてばあさんが何かブツブツ言っていたのではないか。それで俺と目が合って先生の意識に戻ったのではないのかと。でもそうじゃないと話が合わないんだ。でも俺はもう、そう考えて、俺はもう終わったと思ったら隣の部屋からドン、ドンって聞こえたんだ。おそらく隣人だろう。K さんの笑い声が尋常じゃないくらいうるさくて隣人が怒ったんだと思う。それでも K さんはずっと笑っていた。すると玄関の扉をガンガンガンと叩く音がした。うるせえぞ。間違いなくマンション中に響き渡ってたと思う。そのぐらい俺のいた部屋はうるさかったのだ。その瞬間電気が戻った。俺は K さんがまだ笑っていたので引っ叩いて目を覚まさせたんだ。生まれて初めて女性に手を挙げたと思う。K さんは女性でした。何度か引っ叩いて K さんはようやく正気に戻ったと思った。すると、俺に向かって、疲れたから寝るね、おやすみなさい、とだけ言ってベッドで先に寝たんだ。俺は先生が言った一人という言葉に不信感を抱いたまんま気がついたら寝ていた。K さんって女、驚愕の事実。 K さん女だった。 K さんおっさんだと思ってた。 K だそ。みんな男と思っていましたね。お昼過ぎに俺は目が覚めていた。 K の家で目が覚めてしまい、 K が帰ってくるまで家から出られなくなったと思った。するとテーブルには K さんが作ってくれた朝ごはんに家の鍵が置いてあって、携帯を見るとメッセージが残っていた。おはよう、今日早番で仕事だから行ってきます。テーブルのご飯好きに食べて、あと鍵を一応置いておくから使うなら使って、とメッセージが残されていた。俺は昨日の出来事を思い出す前におそらく作ってくれたであろう朝ごはんをいただいた。そして昨日の出来事を思い返した。二人でいたのに突然電気が消え、先生の携帯から電話が鳴って、俺は先生に渡されたメモをすぐに思い出した。先生に渡されたメモに書かれていた番号に俺は迷うことなく電話した。すると電話の向こうの相手がすぐに出てくれた。先生と同じ同業者の方なので先生Dとします。あの先生から困ったらここに電話をかけ。俺くんかな。おととい先生から連絡あって詳しく事情を聞いたよ。 K
君が連絡してきたってことはあれか、先生は、俺は先生 B の受け答えよりも俺は失礼にも自分が今後どうなるのかを聞いたんだ。先生 B 僕は助かりますか。すると先生 B はこう言った。いや、正直わからない、でも試す価値はある、とだけ言ってしばらく無言が20秒ほど続いた。すると話を切り出したのは向こうからで、俺くん、私のいるところ、京都まで来て、と言ったのです。俺はまだ有給はあと1週間ほど残ってるので行くことに決めたのだが、どうしても一人だと不安なのでもう一人連れて行こうと思い K さんを誘うことにし、K さんが帰ってくるのを待った。もう書き溜めてないから今リアルタイムで書いてる。おそらく今日の仕事出勤して帰ってきたら、書き溜めてた分で完結するから今は眠たくなるまで書き続けるぞ。そういえば、珍しく釣りを疑う人が少ないのな。昨日の朝は多かったんだけどね、無駄に面白いから釣りでも俺は好き。そして K が仕事を終えて帰ってきた。一緒に京都に来てくれるよう頼むと了承してくれる。インターホンが鳴ったのでドアを開けると同僚がいた。昨晩のことがあったため1を不安にさせないように K が気を使って呼んでくれたようだが1は逆に不安になる。俺は怖くなって K さんの化粧台にあったハサミを背中側のパンツと肌の間に忍び込ませた。そして、俺、K、同僚の謎メンツでのたこ焼きパーティーが始まった。しばらくして、みんな酔っちゃって同僚は K さんに近づいて誘ってる感じだけど、それを K が華麗に回避してた。俺はいつでもハサミを取り出せるように同僚を警戒した。今思えば、この家で過ごさないでそのまま K と京都に向かえばよかったと後悔する出来事が起きる。ある程度時間が経って俺がトイレで用を足したくなった時に目が覚めて、二人の姿を確認しトイレへ向かった。すると、何かがおかしいのだ。さっき二人の姿は確認した。でも、二人とも女性なのだ。一人じゃない、二人なんだ。髪の長い女が二人。K はもともと髪が長かったけど、もう一人の女は誰だ？そもそも同僚はどこに行ったんだ？俺はトイレに向かいながら二人の姿を確認して、今トイレの扉の前で固まっている。後ろを見れないのだ。後ろを見たら終わりだと感じた。トイレに立てこもり何もできない位置。それからどのくらい経っただろうか、K さんの寝言が聞こえてきた。なあ、よく覚えてないけどこんな感じ。俺は K さんが爆睡していることが妬ましく感じた。おそらく時間は深夜3時頃だと思う。俺はハサミを取り出し戦うことを決めたんだ。するとここで時価が急に熱くなりめまいがひどくなった。俺は立っているのもやっとの思いで、この症状が収まってから戦うことにした。次の瞬間、閉めてたはずの扉が開いたんだ。そして、目の前にいたのは元カノだった。元カノと目が合い元カノの顔はまるであのばあさんにそっくりだった。同僚が俺の直を首をかしげながら見てきたように元カノも同じように俺の直を首をかしげながら見ていた。俺はトイレ、元カノは、トイレから2歩進んだ1。俺の目線は元カノの目からそらせなくなった。おそらく、金縛り的な奴だったと思う。俺は何もできない状態でこのまま意識が消えていきそうになりながら元カノの後ろの風呂場の浴槽から人の腕がはみ出た状態を見たんだ。あの長袖の柄は同僚だと確信した。そして、俺の体は言うことを聞かなくなり、ハサミを持っていた手はゆっくりと俺の心臓部分に向かって押し当てられた。目の前にいる元カノはばあさんと同じ黄色い歯に変わっていて俺はもうどうすることもできないと思い、精一杯涙を流した。ああ、こんな感じで俺は死ぬのか。みんなごめん、本当にごめん、最後に母さんの写真見とけばよかった、と思いながら、マジで今終わり方考えてるだろこれ。今初めて見た。面白いけどまだ終わってないんか。まとめられたら教えて。覚悟を決めたんだ。すると K さんが寝てたはずの部屋で電気がつき、俺くん、大丈夫、と俺に近寄ってきた。そして K は俺がハサミを心臓に当てているのを見て思いっきりビンタしてきたんだ。多分、俺が自丸するように見えたから止めるのに必死だったんだろう。俺はなぜかビンタされた勢いで体が動いたんだ。本当に今でもあの時 K が起きなかったら俺は死んでいた。そして、俺は風呂場に指を刺したがあの同僚の腕がなくなっていた。俺は K に、同僚はどこ行った？さっきまで K の横ら辺で寝てなかったのか？と聞くと K は自分が寝ていた部屋の電気をつけた。同僚の姿が見えない。玄関にも行ったが。はある。K は同僚が寄ってどっかで寝てるだろうというので同僚に電話することにした。時間はもうすぐ4時。K の電話で同僚にかけたらしばらくして同僚が電話に出た。いや、正確には同僚が出たのかはわからない。ただ川の水が流れる音が聞こえるだけだった。そう、ずっと、K は電話越しに同僚を呼ぶが向こうから返事がない。そして俺は警察に通報した。そして警察が5分ほどで到着して2人の警官にその場で事情を説明し、同僚の親御さんにも連絡する運びとなった。俺は先生 B にメッセージで事情を説明して K と一緒に警察署へ向かうことを伝えた。すると先生 B は起きていたのか目を覚ましたのかすぐ返信をくれた。わかりました。今からそちらに出迎えに行きます。警察署の名前を教えてください。とメッセージが来ていた。俺は先生 B に警察署の名前を伝え、K と共にこの家を後にしパトカーに乗り込んだ。ここまでの登場人物の状況です。
もう少しだけ書いて今日も出勤して書き溜めます。今夜で完結します。何度も言いますが、実際に現実で起きた出来事だけど、フィクションとして見てくれた方がいいです。多分誰一人現実だと思ってないから安心しろ。長いしバカバカしい。お前が殺人鬼オカルトジョーカーなのはみんなわかってるから、気にしなくていいぞ。ひどい言われようでわろた。そして警察署に到着して俺と K さんは別々の部屋で同僚が失踪する前夜の話から警察に通報するまでの流れを彼らに伝えた。だいぶ、時間はかかってしまったが3時間ほどで解放された。そして、同僚の両親と会ったんだ。向こうの母は同僚を心配していたが一方父というと、どうせそのうち戻ってくるだろと、言わんばかりの態度で俺たちに置かれている状況も当然知らないのだが、俺はなぜか同僚の父に腹を立てた。そんなこんなで、警察署を出ると先生 B が駐車場で車から出て俺たちを待っていたんだ。俺くんと K さんかな。はじめまして。ここで話すのもあれだから続きは京都に着いてから、と言われ俺と K さんは先生 B の車に乗った。車に乗ってから到着するまでの間、終始僕たちは何も話さなかった。先生 B はタバコを運転中に一箱吸い切るヘビースモーカーだったんだが後ろに座っていた K さんは嫌な顔をしていたのは今でも覚えてる。そして、京都市内に車が入って、左京区にある山の中の寺へ向かった。山の中を進むと先生に連れて来られた場所とは正反対で観光客が多かった。観光客が多い山道を先生の車は慣れた手つきで観光客をかわしながら30キロの速度で進んでいく。するとだんだん山道沿いのお店などがなくなっていき、観光客もいなくなっていた。さらに5分ほど進んだ先に山道が川に沿うようにぐにゃぐにゃと道が続いていた。当然アスファルトとかではなく砂、すると目の前に建物、お寺が見えた。そして、ここで除霊をするであろう寺の手前にある鳥居の目の前の駐車スペースに先生 B は車を止めた。俺はこのお寺で行き止まりかと思ったが、横の脇道に軽自動車がギリギリ通れるほどの整備されていない砂利道を見つけたんだ。そして、先生は車のエンジンを切り先生 B が言ったんだ。今は昼で観光客も多いがこの寺の先は絶対に夜行ってはならない。帰ってこれなくなる。俺は先生が言った言葉を重く受け止めて車から降りると周りの木にとんでもない量の札がいろんな高さに貼られていたんだ。もしかすると、先生のところの札もこのくらいあったのかなと思うぐらい考えさせられた。そして、後ろにいた K さんは爆睡していて俺は K を起こし、K は少し周りを見て戸惑ってはいたがすぐに状況を理解して俺と一緒に先生の後ろを追う形でついて鳥居に向かったんだ。直の傷がなぜかヒリヒリし始めてきた。ここで1はまた仕事に行きました。VIP でこんな長生きするスレは珍しいですね。同僚や頼る人が女だけ、怖くてしゃがんで泣く社会人、この1って女だよね。先生がすぐ抱きしめた。彼女がいる。初めて女を叩いた。って言ってるし男じゃね。彼女がいる女だっていますよね。性差別ですよね。ここに来てまさかの一女説。その後クソどうでもいいことでちょっと荒れたりしながらスレは進みました。12時前に1が帰ってきました。そして神社の鳥居をまたぐとその場で一気に頭痛がした。ちょうど先生の後ろをついていく形で先生が俺の異変に気づき、もう少しだから、耐えろ、と他人事のように言ってきた。俺は先生 B についていくだけで精一杯、そして神社の敷地に入り、目の前にあった建屋に案内され、先生に導かれるまま中に入って靴を脱ぎ建屋に上がると奥そばに一つ部屋があり先生に、俺くん、ここで私が次来るまで待ってなさい、絶対に待ってなさい、とちょっと薄暗いけど、どこからか若干外の光が側面の廊下にある窓からなのかちょっとわからないが光が差していた。俺は先生が言われるがまま、その部屋で待つことにした。おそらくは悪霊と対峙するのであろうとおおよそは予想できた。すると、先ほど、待ってなさい、と伝えてきた先生は両手にゴム手袋をして座っていた俺の部屋で、飲める水かもわからない、バケツ一杯に入った水と、封筒ほどの大きな札一枚、拳程度の丸い石二つ、おにぎり四つがその部屋で座っていた俺の目の前に置かれた。そして先生は次にこう言ったんだ。日をまたぐかもしれない。どのくらいかかるかがわからない。それでも私が次来るまで絶対に待ってなさい。あとその札を握ってなさい。と言い残し、俺は一人部屋に取り残された。今のVIPでこんなに保守されるスレ珍しいな。他にエロ画像スレぐらいしか知らないわ。昔のVIPみたいで楽しいわ。昔のVIPといえば一週間前ぐらいに基地内にマッサージ器具入れた JK のスレも昔みたいで面白かったな。なんだそのスレ。いや以前そんなスレのリクエストが来てたが見つからなかったから無視した気がする。その後しばらく、動かず石のように我慢してたがどうにも、じっとしているのは俺にはストレスで俺は時間を潰すために携帯を出し SNS を開こうとしたが電波が入らない。部屋12畳ほどの薄暗い部屋で何もできずただその場所でただひたすら何かを待っていた。大方予想はついていたが、直のヒリヒリと頭痛が邪魔をして落ち着いてなどいられなかった。さらにあれからどのくらい時間が経っただろうか。俺が一人この部屋で時間が過ぎるのを待ってた。俺はふと、先ほどまでの薄暗い部屋とは別で部屋全体が真っ暗になっていることに気がついた。物音一つせず、外の川からおそらく虫が鳴いている鳴き声がかすかに聞こえる。たまに風がビュービューと建物に衝突しているのがよく聞こえる。
そんなこんなで俺は青いプラスチックのどこにでもあるようなバケツの中の水が気になり、顔を近づけて匂いを嗅いだが特に匂いはなかった。俺は指でバケツの中の水を触って濡れた手を再度匂いを嗅ぎ、恐る恐る舐めてみたんだ。そしたら、これがしょっぱくて、ただでさえ気分が悪いのにさらに悪くなった。そんなこんなで、俺は渋い顔をしながら油を崩して横になろうとしたその時、天井から、と俺の真上に向かって勢いよく走ってくる足音がしたのだ。俺はびっくりして握りしめていた札を完全に握りつぶしていた。すると、俺の真上でその足音が止まり、おそらく天井から俺を、じーっと見ていると感じた。俺は上を見ることができなかった。その瞬間首が勝手に上を向き、口が勝手に開く、抵抗できない、天井を見た瞬間あのばあさんと目が合った。でも、ばあさんの顔というか人の形というより黒い煙、もや、みたいなものが俺にはばあさんだとすぐにわかった。そして、俺は何もできないまま、その煙のようなばあさんが天井から俺の顔面めがけてゆっくりと降りてくる。そして、ばあさんは俺の口の中に入ろうとした瞬間耳鳴りと共にばあさんの叫び声が部屋に響き渡った。どうやら、俺が試しに舐めたバケツの水に何か仕込まれていたのかばあさんは部屋中を叫びながら暴れ回る。ニュートンが発見した、万有引力の法則を完膚なきまでに無視する動きで。そしてバケツが倒れ、先生 B が用意したおにぎりが散乱し、俺は発狂しながら目の前にあった拳ほどの丸い石をばあさんめがけて投げたんだ。もちろん当たらなかった。投げた石が全く当たらなくあさっての方向へ飛んでいき、暴れ回っていたばあさんが次に俺に向かってきた。俺は握りしめていた札をなぜか前に突き出した瞬間。ところで K どこ行ったん？下手なのに描写ころうとすんな。不思議ネットさん、私はレインボーでお願い。今までの出来事が嘘のように静かになった。おにぎりは散乱したままだ。俺は放心状態になりその場で固まっていると、廊下の方から足音がした。そして、廊下からこちらの部屋を開けてきたんだ。するとその目の前にいたのは先生 B だった。その瞬間もう一つあった石が砕けるように割れ、それと同時に先生 B が少ししゃっくりをしたような声で、ああ、とだけい。その後何事もなかったかのように先生 B は俺に近づきこう言ったんだ。その目の前の石に閉じ込めるはずだったんだけど、割れてしまったね。でも、もう安心していいよ、大丈夫、と言ったんだ。俺は石に閉じ込めるつもりなら石が割れたら解放されるんじゃないのか、と思ったが、先生の顔を見ると俺に安堵を与えるような顔で俺を見ていた。そして先生は続けて、一応念のために霊媒師に代表的な儀式もしてもらうから、と言いまた俺のいる部屋から離れたんだ。その後特に何の変化もなく、俺はその日また様子を見るために一人で霊の部屋で過ごした。その日の夜は川から虫の音が聞こえるぐらいで特に何も起こらなかった。K はどこ行ったんだよ。K の存在忘れたな、イッチ。そして次の日の朝、目を覚まし部屋から出ていいのかわからないのでこの部屋でぼーっとしてたら先生 B と K が俺の部屋に来た。すると、俺に K はコンビニ袋に入ったコンビニ弁当を渡してきて俺はその場で食べてたと思う。そして先生 B は、10時から始まるからそれまで時間潰していいよ、と言われたので俺はこの部屋から出て K と一緒に建屋の外にある変な像の前でいろいろと話をした。K はとても親身になって聞いてくれていた。そうしていると気がつけば時間が過ぎて先生 B が向こうからやってきた。先生 B は、準備ができたからついてきなさい、と言いついていくとその場所に除霊をするであろう人、そして先生 B と K と俺、あと一人いたと思う。すると先生は、本当は儀式をするときは除霊役の補助に二人必要なんだけどな、と言い足りない一人を申し訳なさそうに俺に言ってきた。そして無事に儀式も終わり俺は K さんと駅まで先生 B に送ってもらい、電車で帰ったんだ。これまでの長い描写と打って変わって一瞬で儀式が終わりました。その後電車で K と帰る1はその後駅で K と別れ職場に行く。職場でこれまでのことを説明し明後日から出勤すると伝え、これで一応不可解な出来事は終了。ここからはばあさんの正体や他の登場人物のその後の説明をするそうです。この話を聞けば登場人物すべての話に点と点がつながる。不思議ネットさん、僕は金色でお願いします。キャッポ譲って実話だとしても K はオリキャラだろうな。まとめサイトさん、俺はダサい色でお願いします。不思議ネットさん、虹色にてお願いします。不思議ネットさん人気だな。1が出勤した翌日、警察がパチ屋に来た。元カノが亡くなったと言われ話を聞きたいとのこと。元カノはジマル、1が襲って別れた日の翌日に飛び降り、1がこれまでの経緯を説明すると刑事はさも知ってるかのようにうなずく。1は自分を警察が見張っていたんじゃないかと思った。1の説明を聞きながら刑事は手元の資料を見ていたので、1の行動と話が合っていたか確認していたと思われる。次に行方不明の同僚の話になった。海に浮かんでいたのを発見されたらしい。そして1は昼過ぎに解放された。その後1は元カノの母親に電話。元カノの母に家に来れないか言われる。警察には恨まれてる可能性があるから近づかないように言われていたが、元カノの母親を知っている1は会うことにした。1は元カノ母に謝罪。
元カノ母にあなたのせいじゃないと言われる。1は元カノを襲った後の出来事を話した。すると何かを知ってるような元カノ母。話が尽きると彼女の部屋にあるものを持って行っていいと言われた。彼女の部屋で転んだ時にベッドの下に何かあるのを発見。ディズニーの箱だった。箱の中にはアルバムがあった。アルバムの一つに病院で撮った写真があった。ベッドには妊婦の元カノ母ともう一人の女性。そしてその女性があのばあさんだった。急に嘘くさくなったな。そうか、だいぶ前から嘘くさいだろ。その写真を持って元カノ母にこの人は誰か聞くと、私のお母さんよ、と言われる。元カノ祖母は元カノが生まれる3日前に失踪。認知症だったらしいが、何かに取り憑かれていたんじゃないかと思う1。元カノ祖母の住所を聞いた1は写真と共に職場に向かった。このスレのいいところは1の文章の下手さだけなんだよな。こんな文才のない文章書いたこともないようなやつが書いてんだから本当なのかもしれないっていう謎のリアルさ。冷静になってみるとそれ以外はもううんこ。そういうこと言うんじゃない。まとめてる私までうんこみたいじゃないか。職場に着いた1は主任と副店長にこれまでのことを話した。そしてパチンコ屋の会員名簿に元カノ祖母の住所を打ち込むと1件ヒット。パチンコの遊戯履歴を調べると1が注意した日以降の履歴がなかった。過去のカメラ映像をもう一度確認すると、1が注意したあの日、ばあさんは注意された後トイレに行った。それを見た1は警察をパチ屋に呼んだ。刑事に説明しカメラ映像を見せる。その日の映像を見せた後に翌日のことを思い出す1。翌日の映像を見ることに、なんとばあさんがトイレから出てきた。前日の映像ではばあさんはトイレに入ったきり出てきていない。その後同僚がばあさんに注意するシーンになる。同僚はばあさんを店外に追い出した。あのばあさんめっちゃいい人だったよ。お前が言うような不気味な人ではなかった。見た目はパチンカスで不気味だけど、同僚はそう言っていたが追い出したとは言っていなかった。追い出されたばあさんは入り口の外で立ったままだった。その前を他の客が通ってもまるで見えてないかのように通り過ぎる。しかし突然ばあさんがいきなり消えた。その直後に同僚が早退していった。同僚は休憩所に入ったが出てこない。先ほどのどんどんドアが叩かれていた映像はその時撮ったもの。ばあさんがやっていたと考えていたが同僚がやっていた、と1は思った。そして映像には同僚がその休憩室から出てくるシーンがなかった。刑事は映像を持って帰った。こうして1はこの件に関わるのをやめると決めました。そして、1ヶ月後に俺は K と付き合い同棲することとなった。同僚は死亡、元カノも死亡、先生も死亡、K から聞いた、清掃員も死亡、先生 B、音信不通、K は生存、今隣の部屋で寝てる。俺は今の生活で特に問題もなく順調に過ごしている。毎日が幸せだ。たまに、今の彼女でもある K が不可解な日本語、を寝言で話したりするがそれが可愛い、という回答し、そして肝心のカノ母の母でもある、あのばあさんは現在も行方不明。エンド。最後小説みたいでしたね。答えられる範囲で質問に答える。全部終わってからでいいからよかったら教えて。1、その場所って船神社の奥宮ってことで OK。2、先生&先生 B ってそういうことを生業にしてる人なの？どうやって連絡取るの？個人情報だから明かせないと思うから所属している団体とかせめてもうちょっと何か具体的なことを言える範囲で教えて。1、そこで間違いないです。俺が訪れた時は砂道と思ったがアスファルトに被ってただけみたいだね。2、僕も正確には知らないのですが、おそらくそうだと思われます。公園などで副業収入って感じかな。ごめん、よくわからん。元彼女の祖母がババアだったっぽいけど、結局なんでババアが結果的に孫に危害を及ぼしたかは謎ってことか。俺の推測をちょっと話そうか。おそらく俺に別れを切り出して悲しんでた彼女のところにばあさんは現れたが、びっくりして2階から彼女は飛び降りて死亡した。それで、ばあさんは俺のせいで死んだと怒ってるんじゃないかな。読んだ、面白かった。一致よく最後まで投げずに書き切った偉いぞ。約束は守るよ。こうしてこのスレは落ちていきました。VIP において3日も続くスレは珍しかったですね。いかがでしたか？当初は分割してあげようと思っていましたが、そこまでする内容じゃなかったので1本でまとめました。皆さんはこのお話が本当か釣りか気になっていますか？私も一つ気になっている部分があります。それは、一番最初に K が登場したシーンです。K さんのセリフでこんなのがありました。あとは俺がやっとくからお前はもう帰れ。修霊も出なくていい。そう、なんと K さんは、俺っ子だったのです。いや違うか、序盤は男の設定だったようです。だから読んでた住人たちも K は女だったのか、みたいな反応になったのでしょう。ちなみにここを指摘するレスはありませんでした。私も1回目に読んだ時は気づかず、編集してる時に気づきました。
やっぱり捜索をやるときはその場で話を考えると荒が出てしまいますね。話をちゃんと書き溜めてから書き込みましょう。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。